ヤマチの方ですよ。ヤマチとヒロキです。今回はですね、不快になる方はちょっと控えていただきたいと思います。不快になるっていうか、今日はアニメに関することなんですけど、ある、僕たちが選ぶワンピースの嫌いキャラベスト3。ワノ国見て、あ、これにしようかなと思ったんですけど、まあワノ国だけじゃなくて他の辺でもいいんだけど、うん、1人ずつベスト3発表していきたいと思います、はい、でその選んだ3位、2位、1位理由とかね、嫌いな理由もちゃんと言ってもらわないといけない。そうですね。でもこれはね、ほんとワンピースを見てる人たちしか知らないという、まあ借金300万とかね、あでもポポちゃん、アゴデさん、そうですね、好きですけど、はい、じゃあ早速やっていこうか。はい、行きましょう。せーの、レッツスタート。山口親子の仲間たち、まず僕からでいいですか。はい、僕まず第3位は赤犬ですね。おお、理由は、エースを殺した人だし、しかもさ、わざわざルフィを殺さなくていいのにエースが、ね、違う違う、あ、違うか、悪い、じゃあ、あれはエースが言ったんだよ。で、ルフィ殺されそうにだからエースがそこであれなんだよ、守ったっていうかさ、ルフィを。で、うん、俺エースが大好きなんですよ。あー、わかるわかる、かっこいいし、しかも、もうあれの詩はね、もう泣けてきた。愛してくれてありがとう。うん、そう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 。じゃあ続いて第2話、最初に出てきたあいつですよ、魚人のアーロンです。シャーアーロンね、マジで腹立つ。なんでかっていうと、ナミさんのふるさとぶち壊してる。あ、みかん畑をぐちゃぐちゃして、もう最悪なやつでした。でもナミさん、あそこのあの時に違う、出てきたよ、あれ。あ、出てきた。ルフィに対して出てきたけど、やっぱルフィがいてよかったと思うよ、仲間がいて。言われたっつって、ルフィがいて。で、帽子を授けて。当たり前だーってつける。で、そこで仲間と合流する。もうナミさん、大好きなキャラ。そこでゾロとサンジとウソップが追って。うん、偶然ね、あれは。で、アーロンがずっとドイツだーって。しかも、お前ら行くぞ、ウーっつって。しかもさ、ナミさんを泣かせるなんて記憶ね。だって女の子だぞ、ナミさん。女子を泣かす人はマジ最低だと思うよ、アーロンは。ナミさん、アーロンが嫌いながら傷つけて、アーロン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 って。うん、ナミさんも大好きなキャラなのでね、僕も。うん、もう第一は、ワノ国のあいつです。わかりますよ、京四郎親分です。ああ、なんかもう水色の髪色のちょっとヤンキーみたいな髪形してるやつね。あいつはマジで腹立つ。今なんかゾロと戦ってるやつね。そう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 。あ、で、なんでかっていうと、理由は可愛い可愛いあの美女の小紫を殺したから。でもそれはさ、オロチがさ、男が笑ったから京四郎が殺したね。でもさ、笑ったからそれで殺そうとして、小紫がやめてって言って、それで代わりに殺されたんだよね。でも小紫、過去にその借金取りの人たち、おじいさんたち騙してってる。あ、そうなんだ。それの過去もあんだよ、なんか小紫は。でも小紫ね、死んでほしくなかった。あ、そん時ね、襲わすくが来ればな、助かったのになと思ったのに。いや、間に合わなかったでしょ、クソ。あれ、でもあれ見た、何サンジじゃなくてサンゴロね。今オナビとオロビとシノブがめっちゃびっくりしたんだよね。もうちなみに今の会話ね、ルフィはね、刑務所っていうか、それに行って、で、今、キッドとキラーがね、うん、なんだろう、やられてるっていうか、お仕置きされてるっていうか。しかも、キラーの顔公開だったから、ね、あの風船野郎ね。うん、あいつはもう許せないな。あ、しかもね、今ね、ビッグワンが到着したんだね。そう。もう明日が楽しみだ。明日やります。でも、これ公開されるのはもっと後だと思うけど。そうですね。はい。じゃあ、せいやさん、お願いします。はい、僕が嫌いなワンピースキャラ第3位、誰だ、これは言いたい、フィルムゴールドのテゾーロ。あいつか。テゾーロは何が嫌いかっていうと、まあ何でもかんでも金ピカにしちゃうとこですかね。許せない。で、ルフィたちも一時苦戦したの。まあテゾーロ強いしね、あいつ。で、ルフィも怒って、テゾーロいつものおなじみの怒りのルフィですね。まあ映画だとね、必ず出すね。でもやっぱさ、アニメと違ってワンピースの映画ってさ、クオリティ高くね。もうね、バーめっちゃ 3D なシーンをくね。そうそうそう、なんかルフィのパンチが爆発とかね。第2位、第2位だな、こいつしかいない、うん、オロチ。ああ、
ーオロチもね、オロチは和の国、和の国、うん、でも俺カイドウも実は嫌いです。あ、カイドウ嫌いだよ。カイドウあいつか、生きってるやん、うん、こんな角でさ。一位ルフィがギアフォースに変身した時にさ、うん、あれだ、わざと やられたんでしょ。本気出してなかったじゃん、あの時。あ、そうなの。でもっとカイドウって強いはずやん、うん、あれ手を抜いとった。しかもカイドウは横だし、あのシャンクスと同じ。あ、シャンクスの方ね。だからオロチはなんで嫌いかって言うと、トコちゃんの実に言うとお父様がオロチの家来が撃って殺された時に、うわーお前ら殺されたんだぞ、こいつが殺された、もっと笑えっつって、もう腹立った、あれ見た瞬間。てかさ、その最初のゾロが人の死で何がおかしい。そうですね、ゾロの意見に同感やね。うん、だろう。はい、しかもささっきも言ったけど、ゾロスギ殺したやつだったじゃん、教師郎。そう、親子。女の子殺したって最低じゃね。ああ、女子を殺すのは最低だと思うよ。でもそれオロチの作戦だったのか知らんけど、オロチはそんな作戦言ってないとか聞いた気がする。まあまあ、そこら辺は置いといて、まあ、次行きましょう。そして第1位誰だ。俺もこいつしかいねえ。俺の中ではこいつだ。今の和の国のボース、あの風船野郎です。出たー、あいつマジで嫌だ。あいつはなんで嫌いか、理由は。そうですね、キッドとキラーを落とそうとしてた。最低なやつだ、ユースタスキッド。そうです、キッドは言ってました、うん、やめてくれって。もう、うん、誰だキラーをこういうことやったやつだみたいな。しかもさ、最初誰かと思ったらキラー、あのキラーって思ったで笑っている。で、なぜキラーが笑ってるかというと、え、あのスマイル、カイドウとオロチが使った実、わらわらの実でしたっけ。スマイルだよね。スマイルの実だ、そう。あれを食わされたことによって恵比寿町の住民どもがみんな笑ったと。本当は笑いたくなかった。本当はみんなあれは悲しんでるけど、それを食わされたことによってみんな笑った。だから僕はオロチとカイドウも嫌いです。あいつらが作ったから、その実を。ワンピースでなんか腹立つキャラ多いな、やっぱ。あのテゾーロも払って、バレット、バレットはね、もう最低すぎて。今年のスタンピード、いや去年だよあれ。去年かあれ、去年だったっけあれ。去年だよあれ。なんかつい最近のような気がするけど、あのさ、しかもバレットの時ね、あの時ウソップがいたから助かったんだよ。ああ、だからさ、必殺緑星。しかもね、瀕死の時のルフィは数えたんだよ。いや、あの時ウソップがいてよかったよ。でもウソップ一時気絶してるシーンだって。うん、ルフィがね許せなかったもん。ルフィがね、ウソップ何やってんだお前って。ああ、ですね。でもウソップ、ルフィを船長を助けるのはいい、すごいよ。やっぱね、麦わらの一味でよかったですね、ウソップは。うん、絶対必要なキャラクターなんです。みんな必要なキャラクターだよ。で、昔よくウソップは嘘をついてましたよ。でもサミの時はウソップかっこよかった。うん、もうあれは感動した。今回はここまでですかね。はい、まあ、皆さんもワンピースで、まあ、今見た方がいいぞ、ワノ国。でもあれ、ワノ国で終わっちゃないかなと思って。なんか俺もそんな感じする。そんな気もしたけど、も多分まだ多分小田先生は終わらせないつもりでいると思ってる、うん、だってまだルフィ、シャンクスに帽子返せてないし。あれ、どうなるかなと思っちゃうんですよね、うん、まあ、ワンピースの楽しみですね、この後も。はい、まあ、今後僕はワンピースを愛し続けると思います。あ、僕もね、見ますけど、うん、はい、それでは皆さん、さよなら、バイバイ、バイバイ、アディオス、乾杯、おかったー。テテ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 テたまに動画を出している。主にネタ動画、そして歌動画。企画を考えるのがうまい名人長尾。頭の髪型特徴のヒーロー吉、リンサヒーロー吉。
好物カビ好きだ勉強もできるサイエリアン、こう、矢口親子のメンバーで最年少のそうくんと、そしてうちの父親である山口の父親、 YouTube 界のトップを狙って行け、それが山口親子の仲間たち。